はい、順次です。ではワンショット続きをやっていきましょう。前回の続きです。お、戻ったよ。なんかちょっと元気ないですね、ニコちゃん。みんな気づいてないのかな。これを見てるのはミーだけ。実はそうなんです。さて、ではそうですね、前回のシルバーさんですかね、らしき方と話して、まあそのね、自宅を探索し、今回はこの右側の今ここの今ね、今来たマップを探索していきましょう。まあ、なんかちょっとこう処理落ち、お、なんかあるぞ。処理落ち気味になるね。これなんだろう、調べてみましょう。待って、お、来た。ああ、結構やっぱ背高いですね。こっちの方向に歩いていくのが見えたの。鉱山が放棄されてからかなり時間が経つわ。安全は保証できない。あ、これが鉱山の入り口か。もし入る必要があるなら、私の職務としてせめて一度は同行させて。やった、ありがとう。まあ心強いですよね。お、結構強制的に。ちょっと一回出ます。あ、今ここから出るのは失礼だよ。ちょっと右側をね調べたかったんですけども、まあ確かに怒られてしまったか。話してみましょう。気をつけて。もうなんかいろいろありますね。アイテムまた回収できるかもね。地面に小さな機械が落ちている。カメラみたいな形をしている。正確にはカメラだったものね。それはその残骸カメラ。以前はおそらくロボットのパーツだったんでしょう。あれ、最初に出会ったのロボットのカメラちゃん。なんで、まあ考えられることとしては、あの最初に会ったねカメラちゃんは、まあ量産型の、まあ、ロボットで、まあ、他にも、まあ、ロボットね、カメラ付きのロボットがいるということなのかもしれませんね。わあ、違うかもね、わからない。お、あ、手に入れた。どれだ、あった、カメラ。大きなねじ込み式レンズがついた壊れたカメラと、まあいろいろアイテムが増えてきましたね。あ、これ蛍光体か。ここにもあのエビが入った瓶があると。まあでもだからといってなんでですよね。これなんかやっぱダッシュするとちょっとクイッとなるね。クイッと、よし、これも、ここにもあのエビが入った瓶があると。じゃあこっち行ってみましょう。もう一択しかないね。遠くに黄色い光がかすかに見える。端には近寄らないで。あ、ごめんなさい。お、来た。トンネルの入り口すらも崩落したようね。まあ、とは言っても、もうここぐらいしか来るところないですから、この先行けないとなるといろいろ困ってしまうのですが、車両がなければ進めないわ。車両、歩いて行っちゃダメなの。私は問題ない。でもあなたは安全基準法違反、許可できない。あ、じゃあこの先には何があるの。この世界の鉄と非蛍光燃料の供給源、地下鉱山の巨大ネットワークよ。わわわわ、いろいろあるね。この地下鉱山のおかげで私たちは産業化時代に入ることができた。今はもう使えなくなっちゃった。しばらく前からね、太陽がなくなった当時、住民がパニックに陥っている中で一番最初に放棄されたのがこの鉱山。ロボットすらも全て退去させられ、それぞれに別の役割が与えられたわ。そうだったんだ。でも一体だけずっと戻りたがってた。あ、これがあのカメラちゃんのような気がするな。あのね、最初に出会った。そうなの、無事だといいけれど。あ、違うかな。まあ、いろんなね、こう推測が働きますね。黄色い光が消えちゃった。気のせいだったのかな。ああそして気をつけて。ああ、じゃあもうここはこれで終わりか。もう出る、まあ、出ましょう。出る一択しかないもんね。さて、こっからどうしようかな。右行って、この鉱山に入るにはやっぱりあのシルバーさんですかね。もうシルバー、これ名前違ったらもうなんか今後間違い続けそうですけど、と一緒じゃないといけないのか。とりあえず右側は特に何もないですね。となった場合、あれ、ちょっと待ってね、やっぱりこれ処理落ちするな。ちょっとモード変えます。ですね、今とんでもないことが起こりまして、さっきね、あの処理落ちがするって言って収録ソフトの録画モードを変えたんですよ。あのいつもね、アイワナの時にこう収録してるような、こうウィンドウを録画するみたいなねモードに切り替えたら、まあ、処理落ちはなくなって、
最初はね動作確認撮れてたんですけども、一通り録画を終えて見直そうと思ったら動画じゃなくてなんか静止画みたいになっちゃってて音声は入ってるんですけども、もう動画にできなかったので、まあ、だからといってね、これセーブデータ式じゃないので、ワンショットを一回ね丸々削除して一からやり直しました。でようやくここまで戻ってきた、状態になりましたので、まあ、ここから先ね結構悩んで進んでったんですが、もう一通り今分かってる状況で進めていきたいと思います。ですね、今同じところまで進めてきてて、ここでシルバーさんでしたっけねと話して外出たところね、やっぱ処理打ちするね、まあいっか、もうこれはねこのモードでないといけないんで、なんですけども、ここから最初プレイしていた時は、まあ1パート分ですからそんな長いことやってないんですけども、行く場所がわからんと言って迷い続けたんですね。ここ戻ってってもお話変わんないですし、大丈夫ありがとうでね、で何も取れるものはないと。で取ったものがまずこのカメラね、大きなねじ込み式レンズがついた壊れたカメラ、等で、最初私はうわすごいね、カメラちゃんいたと思うんですけども、あそこまで戻って、このレンズを持った状態でカメラちゃんに話したらどうなるかってやろうと思ってたんですね。ということでちょっとそこまで行きます。よし、やってきました。で最初はですね、もう分からなかったので進む場所が、このカメラをセットして話したですが、やっぱりまあ変わらないと言って、まあどうすりゃいいんだろうと言って試行錯誤してたんですが、これですね、まず 何をやるべきか、まあ、たまたま発見したんですけども、組み合わせ、まずどうだったっけな、このドライバー、このプラスとネジのドライバーでこのカメラを開けるんです。これ組み合わせるとドライバーを使ってレンズを外せばいいのとニコちゃんが言って、分かったと言って外すんですね。できた。でレンズ、これを手に入れる。でこの時ね、ここでもうね10分ぐらい経てました、初回はね。はい。でこのレンズをですね、このレンズをですねどうするかっていうのは悩んでた時に、ここのメッセージね、太陽光バッテリー、レンズを上向きにしてどうこうの、この3つ目か、トラブルシューティング、バッテリーが充電されない場合、前面のレンズが輸送中に外れた可能性があるのでご確認くださいということなので、このレンズがね外れた、その壊れたっていうのはレンズが外れてるっていう、まあ、つまりそういう意味なんですね。ですのでこの壊れたバッテリーとレンズを組み合わせることによってレンズがぴったりはまったといって、まあ、空のバッテリーができる、傷一つない充電式バッテリー、今は充電されてないと。でこっから初回ねプレイしていた時は迷ったというのも、これをねこう手に持った状態でとりあえず充電器を、そうだ、充電器で思い出した、ここのね部屋にあるこの充電器、これ2回目調べるとパワーセルかな、横に預言者ロボって書いてるよというメッセージが追加されてたんですね。まあ、ここぐらいしかなかったんですけども、追加メッセージ。でこの預言者ロボって外にいたねカメラちゃんのことだと思うので、カメラちゃんの名前は預言者ロボっていう名称、まあなんでしょうね。はい。で前は気づかなかったなと。まあ要はね、これどうやって充電するんだろうってすごい模索してたんですよ。シルバーさんのとこのねこの充電このセルかでなんかこうできないかなとかいろいろやってたんですけども、できず、まあいろいろやってる時に気づいたのが、この電球と空のバッテリーを組み合わせると、これ組み合わせると太陽の光を直接バッテリーに、全然思いつかなかったと言って、ナイスアイディア順次と言って充電し終わったみたい、一瞬だったね。ということで他のはそのままで充電済みバッテリーが手に入ると、作動可能な充電式バッテリーフルチャージで、こいつをセットした上でですね、まあこっからはねもうスイスイ行ったんですけども、ここ最初にはめ込んだけど何も起こらなかった、ここにこの充電済みのバッテリーを入れます。きっとこの充電済みバッテリーならと、まあニコちゃんも期待し私も期待して、おお動力がみなぎっていくぜ、わあもう目がまん丸ね。でこれやっぱり感電すると、もうニコちゃんね感電しっぱなしですから、もう感電したくないよ順次と。そして
ここで電力が戻ることによって、まあ、動力がねみなぎることによってこのロボットちゃんたちが動き出すと、まあ、とはいってもね、このロボット、機能が正常になりました。発電機の電源を入れたのですか。うん、多分そう。あ、これ飛ばしちゃうな。多分そうだよね、順次。でこのロボットちゃんと、この動き回ってるロボットちゃんぐらいしか話す人はいないんですね。人というかロボットはね、機能が正常になりました、歩けます。うん、まあ、こんな感じ。まあ、あとはそうね、あとはもう特にこの工場はこのパソコン以外は何もなくて、うん、もう今一度調べましょうか。多分そうね、ないね。動力的なものでどうこうっていうのはないですから。でこのパソコンをいじると、まあ、メッセージがまたね、あの初回パートであったようなパソコンとこう対話するときはもうニコちゃんを介してではなくて直接このプレイヤーに対してメッセージを、まあ、誰か分かりませんけども飛ばしてきてるようです。うまく進んでるようじゃないか。だが君はここで一度足踏みすることになる。とある箱を開けるためにコードが必要だ。このとある箱っていうのが あれですね、なんだっけ、途中にあったシルバーさんの家に行く途中にあったこの金庫みたいな箱、6桁のあれですね。だがそのコードはこの世界にはすでに存在しない。あ、でここで別ウィンドウ、多分収録ソフトで拾ってないと思うんですけども開いてて、これがどういう意味かはで切れてるけど、まあ分かるかっていう風になって、はい、家の選択肢が出てると。これ最初私家にしたのでまた家にしてみますね。はい、君は世界がどれほどの規模で崩壊しているかまだ知らないようだな。これ多分はいってやったらもしかしたらなんで知ってるんだと、うん、2回目かって言われちゃうか言われちゃうかもしれないから、まあこれは1回目のふりをしていきたいと思いますからね。はい、はい、じゃあ次ね。やれやれ、この世界の迷えるかけら破片はほとんどがめでたく消滅するだろう。だがこのコード、このドキュメントは例外だ。私が回収したのさ。ニコが先へ進むにはそのコードが必要になるからだ。さあ探しに行きたまえ、って言って終わるんですね。でもう一回調べると、まあ、ヒントがもらえるんですけども、コードはドキュメントの中にある。まあこの段階で初回プレイ時、初回っていうか、まあ、すぐにやってるんで、ついさっきもうすうす気づいてはいたんですけども、はい、ドキュメントはゲームの外に居場所を見つけた。でまたウィンドウが開いて、まあこれ見れてないと思いますけども、ドキュメントの場所はわーで切れてるけど分かるかって意味だと思うんですけども、これを家にすると、君の機械にドキュメント用に指定された保管場所があることを知らないのか。飛んだ神様だな、いいね、うん、てんてんてん。コンピューターのドキュメントホルダ内を探してみたまえ、これ以上言いようがない、うん、まあもうこれ以上のヒントはないでしょうね。でもう一回話すと、まあ、同じようなことを言うんですけども、ドキュメントの場所は輪で切れてるのを今度はいにします。よろしい、それではすぐに探したまえ、となって終わるという感じですね。でこれなんですけども、まあ、もう本当にすぐに私自身のパソコンの中のドキュメントホルダーを、まあ、調べたところ、早速ね、早速というかこのワンショット用のドキュメントファイル、まあ、メモ帳が作られていて、ドキュメント .oneshot っていう、まあ、テキストファイル名なんですね。うん、でこれをちょっと開いてみたいと思いますので、ちょっと一回画面を切り替えます。はい、では早速開いたこのドキュメントワンショットのテキストファイルなんですけども、開くと本当こんな感じでメッセージが残ってます。で初回のプレイ時にもお話ししたんですけども、メモ帳でこういう文字がかすれた表現ってできるんですね、うん、これすごいですよね、うん、あできるんだっていうのがまずちょっと一つ思ったことと、あとこのもうゲームの中だけじゃなくて、もうゲームの枠を超えて、もっと言うと私自身のパソコンの中に新しいファイルを開いて、それがゲームの中の、ニコちゃんを進める、ニコちゃんをねこう前に進めていくためのヒントになっているっていう、ニコちゃんにしか見れないものもあれば、このプレイヤーにしか見れないものもあって、それを協力してね先に進んでいくっていう、この新しい仕掛け、うん、もう斬新で結構驚いてます。あで肝心のメモの内容なんですけども、親愛なるなんとか、君にメッセージをなんとかなんとか、手短に事件を説明しなければならない、一冊の日記を残したなんとかなんとかで、なんとか言語で書かれている
でまたかすれてって、読めば、なんとかなすべきことが、分かるはずだと。で他に、マスクを残した、でなんとかなんとかなんとかで東に向かい、海と見晴らし台との間のどこかにある採掘場で金庫を探すんだ。必要なコードは次の通りだ、916166。あ、これ初回の時とちょっとコード違いますね。うん、あ、でもう一つ言うと、これ2回目なんですけども、あの最初の本当にパート1でやったニコちゃんが目覚めたところの、あの赤とか青とか緑のあのコードを入れるところって覚えてますかね。あそこも2回目コードが違ったんですよ、数字が。なのでプレイするたびにこういう暗号的なものっていうのはランダムで変わってくですねとそしてそこがまたすごいところだなと今あの感心あのしました。ということで次はあのそうね、シルバーさんの家に行く途中にあった金庫のところまで行きましょうか。じゃあそこまでカットね。はい、やってきました、ここですね。この金庫ちゃんのところに、ところにじゃなくて金庫ちゃんを調べて、鉄の金庫だ、6桁のコードでロックされてるみたい。うん、そんなコード見たことないや、順次は。そう、ここね。で、まあ、まず入れましょう。916166ね。で、入れれば多分開く。パコッと。は開いた。え、どうしてこのコードが分かったの、順次。ということで、これ、ニコちゃんがつまり知らないってことなんです。まあ、あの、私のパソコンの中に入って、ているものだから、まあこれはニコちゃんが見れるわけないんですけども。はい、ということで続きですね。どうして分かったの、ミーにはやっぱり見覚えがないんだけど。そうですね、助けを借りた。最初ね、助けを借りたいにしま、まあ同じ方法にしましょう。助けを借りた、そうなの、誰から。まあ普通そういうね返しになりますよね。気にするな冷たい。分かった、まあね、気にしなくていいんだよ。ニコ、金庫には何が入ってる。あ、そうだった、あ、ガスマスクだ、てんてん。あと変な本があるよ最初ね、この変な本ってちょっと頼むよと、うん、あの変な編集が必要になるんじゃないよねっていうことを言ってたんですけども、まあ、でも読めないなっていうふうに言うんですね。で、いや読めないってそういうことじゃないよ、ちゃんと読書できるもん。ただここに書いてある文字がわからないんだ。でこれなんですけども、さっきのメモに書いてあった、まあ、なんとか言語で書かれているっていう一文があって、でその中にね、あのこれは日記だっていう一文もあったので、この今取った本は日記であって、でニコちゃんが読めない言語で書かれていると、まあ、そこまでしかちょっと今わからないですけども、ちょっとアイテム、あ、またびっくりした、さっきもびっくりしたんだよねこれ。何あれ、時空が歪んでこういう風に、まあ、調べても何も起きないんですけど、なんだろうな、これびっくりした、ホラー要素だと思ってね空っぽだ。でアイテムを見るとこんな感じ、ガスマスク、息が吸えるよう空気をフィルターするマスクと、まあ、緑になってるんで常時つけてるみたいな、まあ、自動でつけられるみたいな感じなのかもしれませんけどね。で奇妙な日記、不毛の地で見つけた謎の言語で書かれてると、まあ、こういうアイテムに今なってます。はい、ここまでですね。前回ここまでやって一回ね、まあ、時間もキリもいいということで録画を止めて見直したら、なんで静止画なんだよというちょっとツッコミを入れつつ、もう、うわまたかというこう絶望感を感じて、データを全部消して一からやったというというところで、やっとここまで戻ってきました。でこっからはもう完全初見ですけども、多分またそうは言っても編集したらまあまあいいぐらいの時間になると思うんで、ここで中断して、次回はねこの先、あ、なのでガスマスクを手に入れましたので、2箇所行けるところがありますよね。ここを上に行ったところの、ガスエリアと、最初にニコちゃんが目覚めたところの北に行ったところのガスエリアで、まずはニコちゃんが最初に目覚めたところの北にあるガスエリアから探索をし、その後に、このねこのエリアの上にある、うん、さっきの6桁金庫の上にあるガスエリアへと、まあ、の探索を移していきたいと思ってますですね。では今回はここで終了したいと思います。ようやく戻ってこれた。ここからは本当にまた初見ですからね。はい、では皆さんご視聴どうもありがとうございました。次回も頑張ります。